窓枠に進んでるというより自分が窓枠越え、ちょ、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃん、今回なんですけども、呪術師ついに発光する。いや別に発光はしてねえか。なんか光る物体が体の細部にちょっとついてるっていう。で、鬼がなんだあれ、ガラテアか、彫刻ちゃんだね。で、なんかこの光見て思い出すのが、昔あった明るいところにちょっとこう電気とかに近づけてすぐ暗いところに持ってくと青白く光る、最近あんのかわかんないけど、なんか俺の子供時代の時に割とよく見たおもちゃ、なんかあったんだよね。あれ、これ気づいてない感じか、俺のこと。あ、切ってるな。あれか、なんか左右見ててちょっと一瞬気づかなかった感じか。で、いや、いいよ。ファーチェ行っちゃうよ、じゃあ。まあ最初に彫刻、こうやって入ってくれるんだった。あ、でも3溜まってたのか、今。ちょっとお散歩させようかな。ちょっとぐるぐるコースで行くわ。この辺。遊園地ツアー周回コース。で、ちょっと視界遮って板の裏とかにいるとか、そういう、そういう読み合いをちょっとされないような。変なところで彫刻を使ってほしいがゆえに、そういう感じのルート取っていこうかな。この頭のさ、回線みたいだよな、この。あ、待って、これ、鬼没、ああ、絶対鬼没だって今。あの迷いのない突進はね。あの迷いのない突進は大体鬼没だから。なんか窓枠に進んでるというより、自分が窓枠越え、自分が窓枠を越えてる、なんかところに向けてこう一直線で進んでくるみたいな、なんかそういう感じの動きするよね、鬼没する人って。まあそれすら隠されるとちょっとたまったもんじゃないんだけど。オズをさまよってという衣装です。ここがオズです。この椅子の上がね、さまよってる途中っていうのをちょっと表現したかった。これはね、普通に死んだんだけど、一回挟まれてること忘れてて、挟まれて死んじゃった。天狗のイメージの存在食らってんの忘れてて、でも大丈夫、おら、あのね、セカンドチェイス伸ばします。呪術師なんで、私呪術師なんで任せてください。で、ここでマゾを吐いていく。いいよ、一回マゾーゲージを使わないでパーチすることによって、このセカンドチェイスが伸びる。よいしょ。さあ、割るね。ならここ倒す。どうしよっかなー。てか服の紹介したいのに全然見れてね。みんな勝手に見てっていうのもあれの話だけど、勝手に見てみんな。あの、おすすめもいいの、背中がね、ハートマークでこう背中がちょっと透けて見えるっていう。これこっちにクリしてマゾ。あ、なるほどね。今ちょっと、そこに行くふりして、あの、像を、チェスの駒を出させようかと思ったんだけど、出してくんなかったわ。しっかり見られたわ。あと2つでしょ、言うて。いいよ。セカンドチェイス、伸びる、伸ばすよ。おっと、まだ鬼没溜まってないもんな、さすがに。あっ、ちょっと、あーべ、あと、天狗で死ぬ。あと2個か。でも、多分そんなにないと思うから、来る、一応こう回避して、大丈夫、来ないね。オッケー。多分あとどっちも1ずつ溜まってると思う。で、存在感がないから、ちょっとここ、おい、当たんねえぞ、ここの1枚を、おいしょ。で、まだ鬼没溜まってないと思う、ギリ溜まってない気がする。で、わらせーの、さあ、行くぜ。で、魔像が2個。2個か。で、あと2つ。84%。ちょっと待って。よいしょ。やばい。怖め。大丈夫？いいよ、これ当てる。危ねえ。今当てようと思ったけど。待って、あと、あ、先に来るって言ってる。これも終わりやな。多分いけるな。ってことは、あ、待って、俺天狗ダメージ食らってるから、ここで、このチェスで天狗もらうよりも、解読集中させて、これは、そうそう鬼没が溜まっ、危ねえ。そうそう鬼没が溜まって。ああ、マジか。でもこれで瞬間移動に変えることできないから、まだ、ゆっくり距離チェして、ここで、ちょっと、確実に時間を稼ぎ。ほい。で、あそこのロングワープあったけど、あれどこに繋がってんのあれ。あ、いた。どこに繋がってんのあれ。ん？どこだ？まあいいや、とりあえず入ってみるか。まあこれ入って、まあゲームセット、入れれば。ゲートも無事開くでしょうということで、オーケー。さあどうする、胸像の俺殴るか。殴ってもいいし、殴らなくてもいいし。お、殴られた。まあでもこれ歩いて俺のとこ来るしかないから、でみんな出て、これ自己回復間に合うかな。いや、まあいいや、間に合うかもしんないけど出るわ。はーい、ということで、いや、ジュージュー久々にとは面白いな。オズをさまよってっていう衣装、あー。次の試合で衣装見せます。どうもーん、ということで2回戦目遊んでいきたいと思います。よいしょ、はい、ご会長ということでね。
大体新しいキャラ出たら窓枠飛ばせて自己会長のシーンを入れてるっていう俺のこだわりがあるんだけど、気づいてた。なんかこの袋いかつくない？あ？なんだこの袋、何の衣装だっけ、なんかちょっといかついな。でですよ、見てください皆さん、僕の言ってたことわかりますよ。あの青白い発光のこのあれだよね、紙についてるやつだよね。このなんだろう、上に乗ってんの何、あの一房乗ってるの何、上にあれ、え、地毛なのあれは、地毛なのかそれともなんかつけてるのか、メッシュみたいな、つけメッシュみたいなあるじゃん。いやでもなんか俺的に多分これ地毛だと思うんだよね、髪のボリューム感的に。ここの髪あった気がするんだよ、あんま覚えてないけどってなるとなんか塗ってんのかね、これこう光る何かを、わかんないけど、カツラでもないだろうしな。この左右についてるやつもなんかあのガンダムの肩パッドみたいな、部位的にはなんかそういうのをつけてるのかと思いきや、髪飾り的なね、これ多分地毛なんだよね、なんか光ってる、なんか髪にチャクラでも流れてんのかね、もしかして。まあ設定上的にはいけそうな気がするけど、このなんか魔像の力が髪になんかこう宿りましたみたいな。てかもうこれ手に持ってるけどさ、このドクロのやつ、このドクロのやつもう髪につけて手振りにしてもいいんじゃない、なんでもありやな、もうなんでもありやなっていうでもね、この普通に衣装だけ見るとね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。なんか左肩になんかついてるこのなんだろうね、よくわかんないやつよくわかんないやつ、何これ、危なくない、自分の方向にそのトゲ向いてんのめっちゃ危なくない、なんか頭の後ろかゆいなと思ってあげたら絶対刺さるじゃん、首とかに、それかけないじゃん。その頭についてる赤いのちょっとなんかいじろうかなって思って髪触った瞬間刺さる、それ自分に。めちゃめちゃつけてる意味なくないねえ。まあ古来よりね、おしゃれするにはやっぱ何かを失いながらおしゃれするって言われてますから、それで言うと、まあ、理にかなってる。うん、すっごい、もうすっごい動きにくそう。よかったな、あのスキル使うときに右手で上げるの。お前それ開発者さんの人がもしそのやつ右手につけたら、お前スキル使うたびにぶっ刺さってるからな今頃よかったよ本当に、そこの左手の位置で。でこのね、背中から見える、背中から見えるってなんや、このハートの隙間から見える背中だよ。うん、ちょっと前後照れこしちゃった、全然意味違うってなっちゃうから。これね、スタッフさん的にはすごいおすすめらしいっすよ、これ。あの第五人格の運営さん的にはわかんないけど、なんかツイートで押してた気がする。ハートの隙間から見える背中みたいな感じのね、書かれ方してた気がするけど、まあでも俺はハートの隙間から見える背中よりも左腕についてるこの牙みたいな、取り扱いを間違えたら自分の肌にめり込む牙の方がすごい気になるけどね、どっちかっていうとでベースがな、ベースがなんかこうトランプなのかな、赤と黒とハート、そしてスペード柄の衣装とかね、わかんないけど、なんかそんな感じの気もするけど、オズの魔法使いっていう原作知らないんだよな、俺。見たいなと思いつつも全然見てないから、ちょっとわかんないんだけど、それに近しいのかね、沿ってんのかもね、もしかしたら。なんか回ってる。ルギノさん、ちょろちょろするんですね。なんか今までの、ペットにない動きじゃない？大体その場から動かずにさ、まあ空中回転とかいろいろあるけど、今、くるくる回ってたからね、左右を。うん、コンパスみたいに回ってたよ。なかなか新しい斬新な動きなんじゃないですか。で、芸者が飛んで占い師が殴られると。で、こっちのゲート開けちゃうよと。これはね、もう間に合わないと思う。100%。一回瞬間移動して、座らせちゃうとな。間に合わないんだよな。たとえ今、触ったとして。多分大丈夫だと思う。こっちに来たとしても、芸者の足だったら間に合わない気がするんだけど。さあ、出るぜ。さよなら。さよなら。早く逃げて。こっちに来てるかな。来てそうな感じするな。え、大丈夫だよね。これ間に合うよね。さすがに解放。お、OK、間に合った。まあというわけでね、今回呪術師のオズにさまよって、オズを、俺なんて言ってた俺今まで。オズをさまよってだった気がする。うん、多分ね。まあこんな感じでめちゃめちゃ目立つ衣装になってるのでね、興味ある人はぜひ入手してみてください。まあでも本当にね、隠密した方ができた方が強いゲームで、こんな一番キャラクターの高い部分が発光してたら、まあ見つかりやすくなるメリット、いやデメリットや。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。
通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。